そうですかね。でも僕自身はまあサッカーなんで、小さい頃からまあサッカーボールと出会って、でそれと同時にやっぱり J リーグが開幕したので、いつかこのフィールドに立ちたいなっていうその夢をずっと抱いてたんですけど、やっぱりその今サッカー選手になるっていう夢は叶いましたけど、まあ、僕にももっと大きな夢はあるんですけど、まあ、それに向かってやっぱり突き進むにあたって、やっぱりいろんな時間を割いて、いろんなものを失いながらでもやってきた自分というのがあって、周りの同い年の子たちが高校時代にやっぱり遊んでるのを見たりとか、やっぱそういうのを見て自分も一緒に遊びたいなっていう思いはあったんですけど、そういう時間を割いてでも自分の夢を追ってきたのは、今にとってはすごく自分にとってはすごくいいプラスになったと思いますし、決して無駄ではなかった、そういうふうにも言えますし、逆に今こういう夢を与える立場に立って、自分がこう小学生の時とか子供の時に抱いてた夢を今この立場に立ってこう逆に与えられる、そういう立場に立ってすごく嬉しいなと、そういうふうに思ってますし、まだまだ僕も未熟なので、大きな目標が、僕がワールドカップに出るっていう夢があるんですけど、それに向かって今必死にもがいてやってるので、やっぱり夢を持つとね、人ってすごくこう楽しくなりますし、笑いも出ますし、いい顔になるんでね、ぜひ皆さんに目標や夢を持って一緒に歩んでいってほしいなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。